でも壊れたらその部品がないってどうするんですか、じゃあもし。いやもうだから最悪は作らないといけないんだけど、僕の場合はこれオリジナルにこだわってるから、うんはい、作るとオリジナルじゃなくなるんで、うん、とにかく壊れないことを祈るのと、うんうん、壊れそうなところは壊れないケアをしながら、うん、あ持つという、うんうん、そうか、うん、ブラジャーの紐は流用しないんだ。そうなんですよ、だからそのブラジャーの紐を外す時もですね、うんもうやっぱりこう普段興奮するからこうやってギャーンやりたいんだけど、ブラジャーの紐だけはちょっとこういうふうに優しくこういうふうにやっぱりちょっと自分をちょっと抑えながら戻りますよ、2人とも車の話に。エンジンね、今回ちょっと積み替えてまして、ちょっと見ていただきます。え、な、何 RB26 が積んでます。嘘絶対嘘だ、本当本当絶対嘘、絶対嘘。あー RB26 じゃない。面白いでしょ、この車開けて RB26 積んでたら面白いと思いません？なんかもう一台スープラ手に入れて RB26 積めるかなと思って。大体ね、ね、オリジナルで乗ってるやつが そんなこと絶対しねえから。あのちょっとすみません、ちょっとあのバッテリーは許してください、うん、まあまあそこからね、フルノーマルだ、ね、すごいな。あフルノーマル280馬力、これ多分ねホイールとかでもピカピカなんですね、うん、それを考えた時にこれはね長期多分納屋、うん、みたいなところで保存されてた車なんです。納屋物いわゆる、はい、うん、でそれが表に出てきて、なんでそういうことが言えるかというと、うん、こういうところとか、はいはいはい、まあまあこれもちょっとあれですけど、こういうところにネズミがね噛んだ跡があるんですよね。そう、うん、だから納屋でずっと長期保存されてた中でネズミが入って、うんうん、この中でいろいろチュー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 してたのかなと。へえ、本当の話よ、本当の話、本当にネズミ入ってる、うんうん、だからホイールだけね、ネズミだったらいいよな、普通は猫が入り込む、うん、え？もう家じゃねえよ、本当に本当に、ね、今の車はもうぎっしりやからダメだけど、昔なんてスカスカやったの、うん、車帰ってくるでしょ、はい、で車庫に止めるでしょ、うん、だから空いてる隙間があるのよ、冬なんかそこがあったかいのよ、そこに猫が入ってくる。え、そう本当だよ、本当本当、下から入ってくるの、下から、上からは入れないから、そう下車の下から入ってくる。え、うん、信じられない。普段どんだけ土屋さんが嘘な話をしてるかという、全く何も言い何言ってんだよお前。俺のネズミの話も入ってこいし、普段どんな話をゆきちゃんにしてんすか。車のこと全くわかんねえから。ちょっとちょっとちょっとやめてください。いやそれちょっと営業妨害になるんでやめてください。